グリーンフラッグからレッドシグナル、オールレッド、ライトアウト、今スタートになりました。さあ宮田がいいスタートだ。野尻が蹴り出しがいい、やはり野尻が蹴り出しがいい、野尻の蹴り出しが良かった。宮田はなんとか2番手を守りたいんだが、アウトサイドから来たのはダンデライアンのマシーン、そしてさらにおーっと1台高速フクラッシュだ。早くも1台クラッシュ、これは福住2レー選手のマシーンがクラッシュバリアに当たっている。いやスタート良さそうだったんですけどね。まずはスタートを切ったんですが、直後に大きな、アクシデントからですね、大きなというかアクシデントからセーフティーカーランになっています。スタートのリプレイです。さあ脇坂さん、やっぱり野尻選手バッチリ決めますね。そうですね、ちょっと宮田選手がね出遅れてますね。さあそしてやはりこれ塚越さん、ちょっと当たりましたか後方で。なんかでもちょっと不思議な飛んでいき方しましたですね。そうですね、後ろもちょっと隙間あったような気がしたんですけど、はい、どうですかね。例えば今でも左側、体大丈夫ですか。じゃあ良ければもう降りましょうか。ローラーで解説しますね。ゼッケン12番の手からです。